史上最強の空手、実戦を重んじ、いついかなる時にもその強さを実証し、世界に君臨してきた極真空手。その真髄は一撃必殺への飽くなき追求にある。
ってね、この練習から始まるんです。はい、持ち上げてごらん。この練習をやるんで、座ったらここが強くなるんです。だからお互いに立ってね、こう強いな。やっぱり100点は強いよ。100点は強いよ。はい、3演奏。極真空手は喧嘩空手、邪道空手、ぶち壊しの空手と言われ、邪道視された時代があった。実際、極真空手はいついかなる時も実戦を重んじ、勝つことにこだわってきた。が、果たして真に強さを極めることだけが極真の目指す道なのだろうか。